さん本編撮影ももちろん頑張ってた方いるんですけど、ちょっと意識して一番ここが山場になるというところだけ改めてご理解いただければと思います。楽しみやね、頑張ろうね、ほぼ初めてぐらいです、ここのセットに来るのは。この後はもうここのセットをずっと使い続けるんで大変ですね、なんか場所も変わっちゃうし、ちょっとちっちゃくなったしね。なった撮影難しそうですね。はい、本番の時はここ最後 BGM 出まーす、はい、大きな拍手でお送りくださいね、 BGM じゃあリハーサル終わっちゃいますか、大丈夫かな。はい、はい、大丈夫です。はい、ではリハーサル以上で終了とさせていただきます。これからやっていきたいと思います。ただいまリハが終わりました。今日はね、暖かいです、とても眩しくてあんま見えないんですけど、頑張っていきたいと思うので皆さんよろしくお願いします。なんでよ、今日でしょ、それ OK、 よし、お昼ご飯食べます。僕は牛すきにしました。はい、では食べていきたいと思います。ちょっと時間がないんでガードできてる、できてるもん、顔黄色いけど全然あ、なんかやばかったっけ、やってないっけ、一回やってるね、前、マジオープニングしてる。あ、君名前で、前の名前で。そこまで。新選組青春族の記者会見にお集まりいただき、深くお礼申し上げます。私、新選組副長、土方歳三と申します。華麗なる新選組剣舞、ポクソ、ご覧なれ。まさかこうやって皆さんの前で披露する機会があると思ってなかったので少し浮き上がってますね。はい、すごくまあ緊張もしてたんですけど、あの僕たちのこの本気が皆さんに伝わったんじゃないかなというふうに思うのでね、ドラマの方もぜひ楽しみにしててください。それでは早速自己紹介をお願いしたいと思います。ではまず前田さん、お願いします。はい、浜桐大作役の前田健太郎です。皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その通りです。ちょっと今暑さにやられてちょっと頭が回ってなかったです皆さんも、ね、暑いんで、あの熱中症とか気をつけて、あの最後まで楽しんでいってくれればいいなというふうに思います。よろしくお願いします。さあ、それではですね、早速、撮影に入られて今およそ2ヶ月ということなんですけれども、撮影現場の雰囲気からお伺いしていきたいと思うんですけれども、前田さんいかがですか？そうですね、本当にもうキャスト同士の仲、まあ、世代も近いですし、すごく仲が良くて、なんか和気あいあいとしてて、うん、なんか部活みたいだよね。そうね、なんか実際こう、なんか新選組も意外とこう若い人たちの集まりなので、なんかこんな感じの雰囲気で実際にいたのかなとか、なんか懐かしいこの青春のなんか取り返してるような気持ちになって撮影してます。それぞれの衣装の推しポイントを20秒ぴったりで紹介しよう。わっ、20秒です。では最初、座長の前田さん、奥さんからいきたいと思います、はい、じゃあ前田さん立ってください。はい、ではいきますよ、よーいスタート。はい、僕が演じる大作のこの衣装のポイントはやっぱりこのストール、なんといってもね、めっちゃ熱いんですけど、あのこのストールがね、やっぱみんなとの違いかなと思うので、あのぜひ注目してください。あとこのね、ストライプ柄、あの原作だとね、髪の毛がこういう風になんかちょっと
ストライプの後ろなんですけどなってるんで、あのそこもね、こう個性が出てていいなと思います。あとこの裏地の、ね、続いて奥さん、ありがとうございました。この衣装は、水色でね、あの可愛いお花柄になっていて、あの襟が紺色と黒で足元にすごい可愛い色となっております。あとオレンジ色と白の差し色の袴となっております。すごい可愛いとなっております、そしてあと5秒あリボンもね、あのちょちょリボンで、これもあの着物と同じ色でなっております。3目でいきましょう、はい、なんと僕はですね、可愛い尻尾がついているので、これであの初対面の方にこうやってちょっとこういうじゃれることも可能でして、あと5秒です。あのこれでまあどんどん仲を深めていこうかなという策略です。皆さん僕にメロメロになってください。さあ、畑さん行きましょう。前田さん、このオープニングテーマの炎、どういった曲なんですか？はい、暑いですね。あ、結構暑いですね。ストールがもう結構限界を迎えてるんですけど、あのオープニングテーマの炎という曲はすごく疾走感のあるかっこいい曲になっていて、今回この君と雪と咲くのこの作風というか、この雰囲気にすごくマッチした曲になってるのでね、皆さんぜひオープニング楽しみにしていてください。あとダンスもすごくかっこいいので楽しみにしていてください。はい、なんと TikTok ダンスも作られたということで、はい、ちょっと皆さんにこの TikTok ダンスも見ていただけたらなと思っております。せーの、ミュージックスタート。お客さんの中に早速ね、こうやって手で踊ってる方もいらっしゃいましたから、はい、どうですか、こう踊るにあたってポイントとか聞いていきましょうか。じゃあ前田さん、お願いします。はい、やっぱりね、僕たちイケメン俳優に見合うね。あ、自分で、すごい。あ、すいません、あの可愛いね、振り付けになってると思うので、あの皆さんもね、ぜひぜひ可愛く踊ってね、たくさんこう、なんか TikTok とかで真似して踊りやすい、本当に真似しやすいような振り付けになっているので、ぜひ真似してたくさん踊ってください。あの皆さん、今回されるキャラクターについて、僕の私のキャラクターはこんな人ですって一言で言うとしたら、どんな風な言葉を当てられますか？僕はそうですね、大作一言で表したら、なんかティザー映像の中にも入ってたんですけど、秘密の剣士って書いてあったんですけど、なんかこう秘密を抱えたキャラクターで、すごくミステリアスなキャラクターなので、今後こうストーリーの展開にそこが重要になってくるので、あの皆さんぜひ大作のキャラクターに注目していただけたらなというふうに思います。お前田さん、奥さんはね、2年ぶり3年ぶりぐらいのこう共演で、そうですね、そうですね、そのあたりもどうでしたね。いや、なんか本当にやっぱり最初会ったのは3年前ぐらい、何歳だった最初、ね、一番最初多分16とかから今19、今年20、今年20です。いや、なんかすごい大人になったなっていうふうに、でもまあお互いそうなんだ、まあ、僕21だったらそんな変わんないかもしれないけど、いや、そう、なんかすごい大人になったなっていう風に感じましたね。ドラマが始まる前にこうやって皆さんの前でこうやっていろいろお話をすることができて、僕らもすごく嬉しくて、これからのね、撮影のすごく元気をもらえたというか、これからの撮影の糧にしていきたいなという風に思っていますので、あのドラマの放送ぜひ楽しみに待っていてください。本日はありがとうございました。ぜひハッシュタグ君ゆきでたくさんたくさん盛り上げていただければと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。終わりました。お疲れ様です。はい、こうやってね、ドラマが始まる前に皆さんの前にこうやって立つことができてすごく嬉しいです。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も一日頑張っていきたいと思います。はい。今日はどうやら雪降らしをするようで楽しみにしてます。なんか時間が経つのもすごく早いく感じます。京都に来てからもうそんなに経ったのかという思いです。はい、今日も頑張っていきたいと思います。おはようございます。
しい。何で出てたんだろう。あのさやで。さやで出るのか。さやなんかちょっと光ってますよね。うん。あとで今日見たら。今日見たの。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。もうみたいな。練習です。遊んでるわけじゃないです。はい、わかりました。ラララララララ。何にも君がいる色に触れるいろいろ浮き始めた。LDH さんのやつですか。LDH さん、あ、じゃあ俺映っても大丈夫だ。LDH だから OK、ね、お世話になってるから前回と同じペアス、同じペアス、そうです、そうです、片方ずつ違うやつなんです、ね、そうなんです、珍しいっすよね。うん、時代劇で。すごいピカピカになってる。そうですね、もう終盤、追加しました。もう半分以上終わって、だんだんね、大作の気持ちもすごく最初の頃と変化があるのでね、そういうところを見てる皆さんに見ていただけたらいいなというふうに思います。雪降らしのこれって何ですか？何ですか？泡らしいです。はい、知らなかった。いつもはみんなとお話ししてたりとかするんですけど、今日はあんまり人が少ないので、まあこんな感じですね。誰かと一緒のシーンとかだったら一緒に抱いていますけど、寂しいですね。ちょっと仲間が来ました。よし、あ、新人大使の福崎修郎と申します。頑張ってるか。あ、頑張ってます。剣の腕は上がったか。あ、そうですね。おい、刀はどうしたんだよ。あ、今ちょっと、あ、もう出番を待って刀のいいです。あ、友達だろ。え、刀は友達だろ。刀は友達、餌じゃない。そう、そういうことです。今日終わり。あと、はい、るん本番よーい、はい。何弁ですか、これは。何弁っていうんですか。美味しそうなお弁当です。いただきます。で、まあちょっとここで一回その緊張が解けたじゃない、この動きが。俺もそういうものに救われた。はい、はい、このような流れになります。はい、あとはちょっとやっていきます。今日
今日の撮影の部屋はここです。ここは山並部屋です。まあ普段山並さんがこう書き仕事とかしたりとかしてる部屋なんですけど、まあまたいろんなところのセットがテレビで見れると思うので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。